はい、くてんまるどうもねまるです。欅坂46の全国アリーナツアー2019追加公演が決定しました。追加公演の場所はドルジュン東京ドーム。欅坂初のドーム会場です。いや、今までの箱の大きさとキャッパの数からもなんか今までここやったら急にここボンって来た感じ。追加公演来るかなっていうのはまあまあ予想はできてたんですけど、まさか東京ドーム来るとは思わなんだですね。なんかドームツアーで最後東京ドームとかじゃなくて、もうアリーナツアーのに追加公演ドームっていうね。いや、でもそれでも嬉しいですよね。東京ドーム普通に嬉しいです。あのドームでする演出、やっぱドームってあの下の映像とかも、ドームってやっぱ上からの光の照明とかいろいろ工夫できるのでほんまに楽しみです。そう、欅坂がこう広い会場、どちらかというとあの欅坂の演出とかって狭いっていうか、大きくなってしまうとどうしてもあのパフォーマンスが見えない客席の方とかいらっしゃるので、そこをどういかに見せてくるのか、できればモニターをバカでかくしてほしいな、どの席でもモニターをしっかりと目視できるような演出にしてほしいなって思います。で、自分なんかドームで演出って考えたら、乃木坂のドームファイナル、東京ドーム初めて乃木坂がした時の命は美しいがあるじゃないですか。知ってる方もいると思うんですけど、命は美しいで奈々ちゃんがこうファーンってやったりして、床がこう、床も演出、床の映像があって、でそこでこうメンバーが登場していってみたいな、感想シーンとかも床の演出があったりだとか、そこを自分は思うんですけど、テチがこう平井心あるじゃん、平井心でテチがこうバーンってやるとかあるじゃないですか。そこでバーンってやった瞬間、こう周りの映像もバーンってこう演出があったらやばいなってちょっと思ってにやけてますはい、ということで、まあドームなんで、あのお金料金はちょっと高いんですけど、8800円なんですけど、まあ日程は9月の18、19日の水木ですね。平日で、まあそのキャパ数埋まるかどうかわからないんですけど、別にキャパとか関係なしにドームで欅坂が見れる、欅坂のドームの演出を見れることができるので、そこは本当に、うん、楽しみです。はい、チーム欅坂全員で2019のツアーを完走してほしいなって思います。1期生2期生含めて、レイバルもいつも行ってる友達と申し込みたいなと思いますので、運営さん当選よろしくお願いいたします。ということで本日の動画以上です。気になった方、欅坂好きな方、日向坂好きな方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。では以上、レイマルでした。バイ。